にちは、ぶちー。はい、まえのんです。今日はですね、就活でも使える好印象メイクに挑戦してみました。ね、早い子とかはもう面接とか受ける時期になってきてるのかなと思うので、今新生活もね、始まる時期だと思うので、なんかやっぱり新しい時って好印象に見せたいじゃないですか。その時に使えるメイクに挑戦してみました。よかったら最後まで見てみてください。どうぞ。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まずベースからです。使うのはこちらを使っていきます。ケイトのシークレットスキン CC ベースゼロ EX の1番です。肌を明るく見せるピンクベージュを使っていきます。はい、これぐらい出して伸ばしていきます。はい、少しくすみが取れました。はい、続いてファンデーションに入っていきます。ファンデーションで使うのはこちらです。ケイトのシークレットスキンメーカーゼロの02番を使っていきます。はい、こちらなんですけど、なんで今回このファンデーションを使おうと思ったかと言いますと、なんか自分の YouTube たまに見返したりするんですけど、私このケイトのファンデーションが一番なんか肌が綺麗になったっていうのがすごい動画で見て分かったんですよ。自分的に映像じゃなくて実際にこう鏡を見た時も、私このファンデーション使った時が一番ファンデーションで顔が綺麗になったっていうイメージがあったので、今回こちらを選びました。すごいね、カバー力めちゃくちゃあるので、これを使っていきます。はい、伸ばしていきます。やっぱりなんか好印象ってお肌がすごい綺麗でナチュラルで、顔が明るく見える人ってやっぱり好印象だと思うので、清潔感があって、で清潔感って一番なんかお肌から出るのかなって思うので、顔はね綺麗に見せたいのでこのファンデーション選びました。はい、続いてコンシーラーに入っていきます。使うのはこちらです。ザ・セムのコンシーラーの 1.5 番です。はい、2個ポンいきます。やっぱこのファンデーション綺麗に見えますね。ナチュラルなのにカバー力がすごいあります。あと口角をねちょっとキュッてしてる方が印象がいいなと思うので、口角のところにちょんちょんと入れて伸ばします。はい、ベースメイク終わりました。そしたらですね、眉毛に入っていきます。はい、眉毛で使うのはこちらです。マジョリカマジョルカのブローカスタマイズパウダーの BR の660番を使っていきます。こちらのペンシルの方でですね、描いていきます。眉尻から、足りないところを描いたらですね、反対側のパウダーでぼかしていきます。眉毛がねしっかりしてるとすごい知的に見えるので、眉毛もきちんと描いた方がいいと思います。少し指でぼかしてあげると馴染んでくれます。眉毛終わりました。そしたらですね、続いてハイライトに入っていきます。使うのはこちらです。フーミーのハイライトパウダーです。こちらをブラシに取ります。鼻が一番高く見える、鼻の頭に光を入れてあげると明るく見えます。そして目頭ですね、ここにね入れてあげるの大事なんですよね。目の内側でしょ。目元が明るく見えるので、そして顎先と口の上にも乗せてあげます。そしたら口も綺麗に見えるので、はい、こんな感じです。続いてアイメイクに入っていきます。使うのはこちらです。ビセのマイヌーディーアイズの BE の4番です。こちらですね、ビセさんの新しい
新商品のアイテムになってまして、実はこれお仕事で私ウェブ支援の以前に出させていただいたんですけれども、その時に使っていた商品になっております。はい、こちらの色味を使っていきます。一回手に取ってみますね。はい、手にのせてみました。こんな感じです。結構濃いめにのせて、こういう感じなのでナチュラルに伸ばしてあげると割と薄付きといいますか、ナチュラルに見えてくれます。なんかこちらのアイテム、この単品だけでもいいんですけど、上から他の色をのせることもできる、グラデーションになりやすいアイシャドウなのでベースとして使ってもいいですし、他の色をのせても可愛いですし、これ3色でも大丈夫です。使うカラーはこの上から2番目の色ですね。こちらの色をアイホール全体に伸ばしていきます。伸ばします。アイシャドウするとしないと全然変わるんですよね。こんなにナチュラルな色なんですけど、実際に見た時にちゃんと綺麗にしてるんだなっていう風に、一番分かりやすいのがシャドウかなって私は思うので、分かるかな。してないとすっぴん感といいますか、それが出ちゃうんですけど、アイシャドウをナチュラルでものせておくことによって全体のメイクのバランスも良くなるので使ってみてください。はい、そしたら今のカラーをですね、下の涙袋のところにもナチュラルにのせていきます。のせます。本当に肌にね、スーッと馴染んでくれるので。はい、そしてですね、続いてですね、下から2番目のカラーを目尻の方にのせていきます。はい、こんな感じです。すごい綺麗な色ですよね。はい、そしたら今の色をですね、目尻のところにものせていきます。目尻下ですね。やっぱり濃い色をね、下に入れちゃうと就活とか印象的にはすごいアイメイクバッチリしてるんだなって思われてしまうので、こういう薄い色を使うとしっかりメイクしてるんだけど派手に見えないので、結局その派手さが分かんなければメイクしてても大丈夫だと思うんですよね。言い切らない方がいいか。でも難しくないですか。可愛くやっぱ見せたい気持ちはあるじゃないですか。毎日やっぱり可愛く見せつつ頑張ろうって思えた方がいいじゃないですか。バランスですよね、きっと。でもこれぐらいだったら私は大丈夫だと思います。このシャドウマジで優秀、使えます。はい、続いてですね、マスカラに入りたいんですけど、マスカラってやっぱりまつげってこう上がってるとバッチリして見えちゃうので、ビューラーをしないでマスカラを塗りたいと思います。はい、こちらを使っていきます。ペリペラのマスカラの7番を使っていきます。こちらも人気アイテムですね。これ私全色じゃないけどほとんどの色持ってて、お気に入りの色はこちらなんですけど、これ5番ですね。5番の色めっちゃ可愛いんですけど、これ普段使いよくしてて下まつげだけにのせてたりするんですけど、すっごい可愛くて発色もめちゃくちゃいいマスカラなので、これをよく使ってます。それのこちらは7番ですね。なんていうの、マスカラ感のない地まつげに近いような色になってます。焦げ茶みたいな色ですね。ビューラーをしないでマスカラをのせます。はい、下にものせていきます。マスカラ終わりました。こんな感じです。やっぱりビューラーしないと全然まつげの印象がいつもと違いますよね。でもナチュラルメイクに見せるときって絶対ビューラーはしない方がいいと思います。ということでアイラインに入っていきます。使うのはこちらです。マジョリカマジョルカのラインマニア BK の999番を使っていきます。久しぶりに登場ですね。ラインをね、引いちゃうと派手になっちゃうので、インラインだけ引いていきます。はい、インライン引けました。こんな感じです。さっきより目元がバッチリしました。そしたら続いてチークに入っていきます。チークはこちらです。
24H コスメのブライトアップミネラルチーク UV の02番ハニーコーラルという色を使っていきます。こちらですね、 SPF35 で PA3 プラスですね。はい、ちゃんとね、 24H コスメって成分がすごくお肌とかにいいものが使われてるので、お肌に負担がないアイテムになっております。はい、こちらをブラシに取りましてですね、のせていきます。ナチュラルに見せるにはこの辺りにポンポンと置いてですね、ポンポンと置いて、このまま横に伸ばしていきます。指でちょっと押さえてあげると肌に馴染んでくる。はい、こんな感じですね、ほんのりチークが入りました。はい、そしたらですね、気になるところのちょっとテカリとかをパウダーで押さえていきます。使うのはこちらです。2回目の登場ですね、ジバンシのプリズムリーブルの5番を使っていきます。手で1回押さえてあげて、おでことかのテカリを押さえて、鼻周り崩れやすいところ、最後にリップに入っていきます。リップはこちらを使っていきます。イヴ・サンローランのポリプテティントインバームの08番を使っていきます。はい、オレンジですね。こちらも3本目ぐらい使ってますね、お気に入りの色です。はい、こちらをのせていきます。はい、こちらのティントになってるので色が残ってくれるんですよ。人がいる場所とかでリップとかに塗り直したりするのってイメージ的に良くないかなって思うので、やっぱりティントって大事だなと思うんですけど、ティントってやっぱカサカサしちゃうんですけど、このティントインバームなのでちゃんとリップクリームとして保湿としても使えるので、こちらはすごくおすすめです。はい、ということでメイク完成しました。イエーイ。はい、ということで就活でも使える好印象メイクに挑戦してみました。はい、こんな感じになったんですけれども、あ、眉毛出てる方がいいですか。眉毛を出しましょう。これセットする前は髪の毛下ろしてたんですけど、やっぱり印象全然違いません？髪の毛下ろしてるとあれって思われちゃうけど、髪の毛をピチッと結んであげる。どうですか、こんな感じで。ナチュラルに見えると思うんですけど、私的にも結構しっかり眉毛描いたりとか、ファンデーションもしっかりしたし、チークも普通に使ったし、リップもなちゃんと塗ったし、アイシャドウもね普通にある色をしっかり塗ったので、なんかやるとこはしっかりやるっていうやつより、ナチュラルに全部こうしっかりメイクする方が私はナチュラルに見えるのかなって思うので、ぜひ真似してみてください。もちろんね、就活とかじゃない場面とかでもナチュラルメイクってする機会って絶対あると思うので、参考になったら嬉しいです。はい、それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすミルクティー。はい、ということで婚姻しっかり止めないとハイジに出てきそうです。ハイジブランコ怖いですね。ペーター怖っ。ペーターに似てますね。ペーターに似てますね。ペーターってペーターって誰でしたっけ。あ、ペーターだ。ほら、えよきさんに似てる。合格ですか。よきさん面接合格。いや、よきさん面接はもうゆるゆるなんで。よきさん